モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。40代ですね。中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。47歳にして初めての大腸検査に行った時の話。検査の前に看護師さんから、麻酔はしなくて大丈夫ですか、稀に痛みがひどく出る人もいるんですけど、よければ麻酔をした方がいいんじゃないかと思いますけどと何度も何度も言われたんですが、周りの友達や検査経験がある主人に聞いても、痛みなんて全然ないから麻酔しなくて大丈夫だよと言われていたんで、麻酔せずに検査を受けました。とんでもない痛みに襲われて、横にいた看護師さんの手を私は思わずギューッと握って、痛い痛い痛いですと言うと、力を抜いて息をゆっくり吐いてみたら、痛みがだいぶ違いますよというふうに言われたんですが、それでも痛みがひどくて、まるでお産のようです。息をゆっくり吐いて吸ってが、いつの間にかラマーズ法に変わって、下剤で検査前に全部出したはずなのに、なんかが出そうな、そんな感じがして、私はなんか出てきてないですかと言うと、赤ちゃんは出てきてないですよとちょっと笑いながら落ち着いた様子で返す看護師さん。こんな時にその反応いらんちゅう。私が言ってんのは便のことだよ。いやいや、向こうもそれは分かってる、向こうも分かってるけど、それ言いづらいからということでしょう。はい。赤ちゃんは出てきてないですよと。何言ってんの、便のことだよ。最後に、直腸の検査をするからカメラが反転して気持ち悪いけど行くよと医師から言われましたが、これが痛いのなの、ギブアップですと両手を挙げました。検査の後、鏡に映る自分を見ると、髪は乱れ、顔はやつれ、一瞬にして老化していました。この40代後半って一瞬にして老化するっていうね、ことはないことないんですね。稀に痛みがすごく出る人と看護師さんが言ってましたが、その稀に私は当たったのかもしれません。次回は絶対に麻酔をして検査に臨まなければと思いました。ね、大変ですよ。そうですね。いや、でもね、だから麻酔してね、まあもちろんその麻酔っていうのは体に負担はかかるけれども、はい、うん、私はもう麻酔してもうなんていうか全然気づかなかったですからね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ1,2,3で数を数えてくださいっていう、1,2でもう3は覚えてないですから。へえ、そうなんですか。はい、ドラマで見る光景は本当なんですね。そう。で、中島さんって言われて、パッて、はい、終わりましたよって。え、そうで、検査自体はもうものの5分10分ぐらいで終わるらしいんですけど、麻酔が効いてるんでやっぱ1時間半ぐらい、うん、寝て、はい、そう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 、へえ、その後天神ブラブラしたっていう。すごいスケジュールですね。ろれつが回ってなかったっていう。まだ麻酔がちゃんと切れてない。あれ、俺ちゃんと喋れたっけって終わった後に。怒られるぞ。怒られますよ、それは。本当。放送局の上層部から、そうですよ、そんなんでやっとんかって。さあ、それからね、はい、これいきましょうか。
女性の方ですね。中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日のこと、私には、うちには5歳になる娘がいるんですが、最近プリキュアに夢中で、毎週日曜日朝8時半から放送するプリキュアを見逃さないように、朝6時半に起きてテレビの前で2時間体育座りで放送を待つぐらいの熱狂ぶり。私は朝の支度があって洗濯や朝食を作ったりでバタバタしていると、ちょうど番組が始まったところで主人が起きてきて、ソファーに主人と娘が座ってプリキュアを見始めました。ほどなくして娘がなんか疑問に思ったんでしょうね。ねえパパ、なんでプリキュアはお友達に正体がバレないの？どうやら変身したとはいえ、さほど変化していないプリキュアの容姿を見て疑問に思ったみたいなんです。主人は娘の夢を壊さず、何と説明するのかなと聞き耳を立てていると、ママ見てごらん、今のママとお化粧した時のママ全く違う顔になるやろ。パパも最初は変身したママしか見たことなかったから、お風呂上がりのママ見た時に本当にびっくりしたんだよ。だからプリキュアも変身するとお友達に気づかれないんだよ。すると娘が、ママはプリキュアなの？と主人に尋ねて、主人はゆっくりうなずいて、でも今のママは変身前だから、今の話はパパと二人の内緒だぞ。それを一部始終聞いた私、よし、早くお化粧してプリキュアに変身して、愛と正義の力で主人をボッコボッコにしてやろうと思いました。すごいね。どうなの、彩奈ちゃんたちがちっちゃい頃もプリキュアってあったんですか？プリキュアあったんですけど、その前のお邪魔女ドレミっていうのがありまして、その世代だったんですよ。その次がプリキュアだったんですよね。あ、そうなんだ、はい、初期の方は見てたんですけど、でも結構みんなが通るその思いだと思います。あ、そんなにさほど変わらないのになんで周り気づかないんだろうっていうのはやっぱ思ってました。本当？はい。へえ。あれはセーラームーンは、セーラームーンは第2期世代らしくって、見てたんですけど、もう本当に4歳とか3歳ぐらいなので、そんなに深くは記憶にない感じですね。じゃあね、続いてね、はい、これいきましょうか。男性の方、浩二さんですね、はい、中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。突然ですけど、今年度で社会人3年目の長女、群馬の自動車メーカーに勤めています。そんな長女、半年ほど前、色鮮やかなブルーパールの車を購入。長女からメッセージが届きました。明日洗車しよう。そう、今年のゴールデンウィークは新型コロナウイルスの影響で実家の福岡に帰ってくることができず、暇を持て余していたんです。そして画像が送られてきました。その画像は車内からのもの、洗車機によるもので、その様子を車内から撮影したものでした。そしてこんなメッセージも送られてきたんです。洗ってやっぱりこの色でよかったなって思った。妻がメッセージを送りました。車買って何回目の洗車？初めてだよ。自動車メーカーに勤めているということは、いわば彼女は車のプロ、周りの人たちもそれを見ていると思います。そんな車のプロの洗車が買って半年もやってなかったっていいんでしょうか？そんな車のプロの洗車が洗車機でいいんでしょうか？ちなみに久しぶりに長女と会えるはずだったゴールデンウィーク、それが必ずお父さんは寂しいです。さして面白いネタではないんですけれども、お父さんの寂しさを癒すために採用させてそういうね、私にはやっぱ情があるんですよね。もっと非常な人間にならなければ。あえてです。